文字誇りはアメエボゾアに含まれる変形菌の一種である。臨床の落ち葉や朽ち木の表面など、日陰の冷涼で湿潤な環境を好む、巨大な多角体の単細胞生物で、モデル生物の一つとして様々な研究に利用されている。文字誇りは原生生物でありながら、肉眼で観察することができる。典型的には黄色であり、菌類の胞子や細菌、 その他の微生物などを捕食する。文字誇りは最も培養が容易な真核生物の一つであり、アメーバ運動や原形質流動といった細胞運動の研究においてモデル生物として利用されている。培養された細胞の面積は時に5平方メートル以上にも達する。平面上に展開した文字誇りの変形体文字誇りの栄養症は、 原形質流動を行う活動的な変形体である。変形体は流動する原形質のネットワークと、その中に散在する多数の細胞核よりなる。進行方向に対して、全部ではシート状、後部では網目状の管構造が形成される。文字誇りが餌を探すのはこの状態である。餌を見つけると原形質で取り囲み、消化酵素を分泌して、これを消化。 吸収する。食事や移動の最中に環境の変化によって変形体が乾燥すると文字誇りは額と呼ばれる体勢に変化する。額は休眠体として振る舞う多角の構造で長期間にわたって環境の変化に耐えることができる。再び好ましい環境になると額は変形体となって餌を探す。餌が尽きると変形体は接触を止め。 生殖のための姿である小実体へ移行する。変形体から、胞子脳と柄が生じ、胞子脳の中で、減数分裂が起こって、単層の胞子が形成される。文字埃りの胞子脳は、胞子が飛散しやすい構造になっており、胞子は風に乗って運ばれる。胞子には耐久性があり、そのままで何年も生存できる。環境が好転すると、胞子は発芽して、 鞭毛虫型もしくはアメーバ型の有層子を生じる。これらの有層子は互いに融合し、新たな変形体を形成する。有層子の融合は、性が異なる細胞間で起こる。文字誇りでは、接合型が複数あり、15の副体立遺伝子を持つ、また遺伝子に支配されていることが知られている。また多くの生物において、ミトコンドリア DNA は、 母性遺伝であるが、文字誇りにおける、ミトコンドリアの遺伝の優先順位もまたの制御下にあり、これにより伝達の優先順位が決定されている。文字誇りの変形体の運動は、変形体や小変形体の形状により、様々である。変形体は、ゲル状、皮質で流動性の低い外装と、流動性に富むゾル状の内装よりなる。アメーバ状の変形体は、外装を構成する。 アクチン繊維の収縮と弛緩によって運動する。この運動が変形体の各部に圧力勾配を生じ、内装のゾルを流動させる力となる。内装のゾルは、シャトルストリーミングと呼ばれる運動をしている。これは全身と後体等を周期的に繰り返す、往復原形質流動であり、約2分周期で逆転する。このような原形質の運動に伴い、 細胞内の ATP やプロトン濃度も周期的に変動しており、変形体全体として様々な要素の振動が相互に影響し合う複雑系を構築している。文字誇りの培養には湿らせた紙や寒天培地を用いる。餌はオートミールが適している。培地の湿度や餌を適度に保つことで長期間の保持が可能である。光が当たるなどすると小実体への移行が起こるので、 変形体を維持する場合には適温の暗所で保管する。文字誇りは単細胞生物ながら状況により様々な知性を示す。中垣敏之らの研究グループは文字誇りが迷路実験において餌までの最短経路を発見する能力を備えていることを見出し、ネイチャー誌に報告した。これは文字誇りを30センチメートル四方の迷路に餌を用いて誘い込み、 ゴールの餌を目指して、迷路を解決させるものである。中垣らはこの論文において、文字誇りがある、種の原始的な知能を備えていると結論している。通常、文字誇りの変形体は、感情の加速を広げて、ネットワークを作り、到達可能な平面を満たす。しかし、迷路内の離れた2点に餌を置くと、変形体は、その2点間を結ぶ経路に、原型質を集約する。 これは、少ない原形質で効率よく、餌を得るための戦略であると考えられている。このような挙動が2点間の最短経路を選択させ、効率的にメ路ルを解くことになる。中垣らはまた文字誇りの周囲の環境を変化させて、変形体の挙動を観察した。観点倍置上を動く変形体に対し、毎時最初の10分間だけ、低温や乾燥により、ストレスを与えた。 ストレスを与えている間、変形体は動作が鈍る。このようなストレス不要を3回言った後でこれを止め、変形体がパターンを学習したかどうかを観察した。すると、多くの細胞は再び来るであろうストレスを予測し、60分ごとに運動を現地地味した。しばらく安定な環境に変形体を置くと、細胞は動作の現地地味をしないようになったが、 再びストレスを与えると60分ごとの挙動の変化が再度見られるようになった。動作間隔は60分に限らず30分から90分の間で任意に学習させることができるという。ブリストルにあるウエストオブイングランド大学のアダムキは光と餌を使って文字誇りの挙動を正確に制御できるとの考えを示した。文字誇りの変形体は同じ刺激に対しては 同じように振る舞うことから生体コンピュータの材料として理想的な生物であると述べている。ありがとうございます。